スマホにはいろいろな機能や性能、デザイン上の特徴があるけど、本当に必要？または不要？的なことを考えてみましょうか。電子レンジマンの動画、カワバンガ、ズンダモンなのだ。四国メタンですが、スマホにはいろいろな特徴があるのだ。水に強い防水、タッチで支払いができるお財布携帯、イヤホンジャックあたりは特に重視されがちな印象なのだ。逆に嫌われがちな気がするのが、画面の端が湾曲しているエッジディスプレイ、200万画素から500万画素くらいでついてる微妙なマクロレンズ、あと重量が 200g を超えてくる重いスマホも嫌われがちな印象ではあるかな。今回はスマホにおける求められがちな要素、あるいは煙たがられがちな要素について、それぞれ実際どうなのか考えていこうという雑談会なのだ。商品レビュー系のアイテムも溜まってきてるけど、そればっかりやってても飽きるから、たまにこういう回もやっておきたいところ。ではレッツゴー。というわけで、まずはフェリカについてでも考えていこうか。これは必要な人と不要な人が真っ二つに分かれるやつじゃない？スマホがフェリカに対応していれば、モバイルスイカなどを登録して電車やバスに乗ることが可能。また対応するスーパーやコンビニなどでは、取り扱われている電子マネーで支払いもできるのだ。この動画を見ている皆さんはどのくらい使ってますかね、電子マネー。投稿者は仙台に住んでおりまして、実際のところ東北ではそんなに電子マネーは普及していないのだ。一応電車やバスにスイカなりローカルな電子マネーで乗れるし、コンビニやスーパーなども対応してる店は昔よりだいぶ多いけど、そもそも車社会だったり、規模の大きいスーパーが特定の電子マネーしか使えなかったりで、それほど使われている感じはないのだ。例えば仙台で一番大手のスーパーだと思いおくべに丸は、還元率微妙な7個しか使えないのよね。生協も特に使えなかったはず。でも首都圏とかであれば大体の店でスイカとかを使える印象だし、電車やバスでの移動も多いから、電子マネーはやっぱり必須かと。東京とかに住んでれば非対応のスマホは選ぶハードル高くなるかしらね。別の動画で非対応ならカードタイプのを使えばいいじゃんって言ったけど、スイカについては単体のカード型はこの動画の作成時点で停止中みたいだね。クレジットカード一体型のやつとかであればおそらく発行できると思うけども、まあカードタイプのを一切持ってない人の場合は、余計にお財布携帯対応スマホじゃないとしんどい状況みたいなのだ。そうなってしまうと、お財布携帯非対応スマホは機能が必要なら選ばない方がいいとしか言いようがなくなるわね。最近の iPhone や Pixel、Xperia、Galaxy などは大体全部対応してるので、まあ気をつければ大丈夫かと。続いて防水防塵について、まあ主に防水について話していくけども、要するに水に濡れてもスマホが壊れにくいわけよね。防水性能が高ければ、主に風呂場で暇つぶしにスマホを見るとか、突然雨に降られた時とか、あと台所で洗い物をしたり料理したりする際とかに、防水だと安心度が高い感じになるかと。これも水割れスマホを使うというタイプの人は、まあ防水の機種を選んだ方が良い感じかしら。実際思うのは、必ずしも IP68 という最大パワーの防水である必要はないのかなと。最近レビューしたレッドミーノート13プロとか IP54 みたいな、ちょっと防水性能落ちる機種もあるんだよね。最上級じゃないとなると、本当に選んで大丈夫なのかちょっと心配にはなってくる人もいるわよね。しかしながら、僕が今までスマホを使ってきた限りでは、スマホって多少水がかかった程度では防水なしの機種でも壊れないのだ。僕はこの13年ほどスマホを使っていて、たびたび非防水のスマホにも水はかかってるけど、特に壊れてはいないのだ。ただし明らかに水没するよねって感じの使い方をするとアウトになると思われるので注意だね。そしてこれも別の動画でお寄せいただいた意見だけど、風呂についてはジップロック的なスマホケースに入れて使えばいいじゃんという考え方も。これは iPhone が防水になる前は投稿者もよく使ってた手段よね。こいつの良い点は問答無用で防水にできることなのだ。しっかりチャックを閉じていれば、万が一手が滑って湯船に落としたりしても問題ないかと。ただこいつ使ってると次第に袋に傷がついて画面が見づらくなるんだよね。手触りもどうしても悪くて、キーボード操作とかしづらくはなるわよね。ジップロック的なのはややストレスもあるということで、頻繁に使うならやっぱり普通に防水性能高い機種を選ぶか、プロ用とかで防水性能が高い中古スマホを使い捨て的な感じで使うのがおすすめになるかな。中古だと劣化してて防水性能が通常より落ちてたりもするみたいだが、そこまで含めて安い機種を買ってやり過ごすか、新品で防水対応の楽天ハンド 5G あたりを安く買うかだね。電子レンジマンの動画、続いて有線イヤホンを接続できるイヤホンジャックだね。これも重視する人はかなり重視してるわよね。このチャンネルにもよくイヤホンジャックがないスマホは買わないみたいな声が寄せられるのだ。僕自身はどうかと言いますと、ほぼほぼワイヤレスイヤホンしか使ってないので、ぶっちゃけイヤホンジャックはなくても困らない感じなのだ。
僕としては完全ワイヤレスイヤホンの方が完全に好きで、というのも出かけるときに邪魔にならないんだよね。小さいケースに収まるから有線イヤホンよりも消費するスペースは狭いわね。ケーブルが伸びてないからスマホと耳元の間のケーブルがどこかにぶつかったり絡まったりしないのも楽だわ。価格も最近は数千円で普通に使えるレベルの音質機能のものがいろいろ出てるのだ。まあ弱点もありまして、まずペアリングや充電が手間ですと。有線イヤホンは数百円で買えるけど、完全ワイヤレスは安くてもダイソーの1100円。コスト的にはどうしても有線に負けるかしら。また本格的に音質にこだわるなら多分有線のがラインナップは充実してるんじゃないかと。そこまでこだわる人はそもそもスマホじゃなく専用の機器で音楽聴くかもだけどね。あと地味に致命的だと思うのが、完全ワイヤレスイヤホンって着脱時に滑って落としやすいんだよね。基本的にこういう機器の取り扱いに注意している投稿者ですら、たまに落としたり落としかけたりするのだ。もっと落とさないような工夫が欲しいわよね。しっかり握って取り外せるような加工になってるとか。そういえば本体にイヤホンジャックがなくても USB Type-C の変換アダプターとかで対処できるわよね。でもこういうのつけると充電ポートが塞がれて音楽聴きながら充電できなくなるのだ。こういうのもあるわよ。充電しながら USB Type-C ケーブルさせるようにするやつ。これ投稿者も実際に買って持ってるんだけど、そういえばほとんど使ってないのだ。理由としてはつけるとこの仲介する部位がどうしてもちょっとごつくなるんだよね。結果なんかうざいので普通に完全ワイヤレスイヤホンを使うことが多いのだ。そういうだるさも考えると、有線イヤホンを使いたいなら最初からイヤホンジャックがある端末を選びたいところになるかしら。ただしイヤホンジャックってハイエンドモデルだとほとんど非採用で、もはやエクスペリアくらいしか使えないのが難点なのだ。お財布携帯や防水不要ならレッドマジック9プロもそういえば対応してたわね。そんなわけで有線イヤホンについては対応機種が多いお財布携帯や防水と比べるとなかなか悩ましい状況な印象なのだ。電子レンジマンの動画。続いて僕が最近思い直し始めたエッジディスプレイについて。アクオスやヤラクシーなどで採用されていたものの、最近は中価格帯のスマホでたまに見かける程度になってきたのだ。この端がカーブしてる画面のことね。不評な理由は大体こんな感じかしら。投稿者もかつてはエッジディスプレイがあんまり好きではなかったというか、見た目はかっこよいけど使ってるうちに欠点が目立ってきてた印象なのだ。ただし少なくともヤラクシーについては年々問題点が改善されていた気もするんだよね。保護ガラス貼りづらい件についてはマーフィルムを選べばアリエクとかでサイズ合うやつが安く買えるのだ。家電量販店に置いてあるフィルムやガラスはカスみたいなのばっかりなせいで無駄に印象下げてる説がある。ボタッチしやすいのもケースつければまあ解決だし、ヤラクシーは年々カーブを直角寄りにしていくことで問題を解消してたわね。そこまでやるならもうフラットでいいじゃんみたいなことになってたけどもね。とまあいろいろ不満の声もあるエッジなんだけど、僕は割と最近これも良いじゃんという気持ちになってきているのだ。それはなぜだ。ギャラクシー S24 ウルトラで画面が平らになったけど、これ大小に保護フィルムとか貼ると戻る操作をするときにいちいち指に引っかかるんだよね、端が。またこういうフラットディスプレイのスマホって割と結局全面ガラスの端は少し湾曲してるんだよね。結局この処理のせいで画面全体を覆えない保護フィルムやガラスが割と多くて、じゃあもうエッジでいいじゃんみたいな気持ちになってきたのだ。戻るの操作なんかはエッジディスプレイの方が滑らかで良いわよね。フィルムの貼り付け位置がずれると結局指が引っかかったりするけども、画面端がなんか暗めになるのはやっぱりあれなんだけど、毛嫌いするほどでもないかなというのが僕の最近の印象なのだ。そして中華系のスマホにありがちな、なんかついてる200万画素から500万画素くらいのマクロレンズだけど、とりあえず200万画素のやつについてはマジで画質も悪いし微妙だからいらないと思うのだ。基本的にカメラアプリの奥深くに機能が隠されてるし、なんかつけないといけない理由あるのかね。あれはカメラのユニットが一式セットになってるとか、どうしてもトリプルレンズにしないといけない都合があるとか、なんかあるのかしらね。ナオミ11ライト 5G の500万画素だったかのやつは何もかマシだった印象ではあるのだ。でもそもそもそんなにマクロが必要な場面ってないわよね。フィギュア撮影するにしてもマクロレンズじゃなく望遠で遠くから寄った方が歪みとかもなく綺麗な印象なのだ。あと10万オーバーのハイエンドスマホで重視されがちな望遠レンズだけど、これは僕的にはあって困ることはないと思うのだ。遠くを大きく映せるので旅行の時や離れた位置の動物を撮る時に便利だし、駅の電光掲示板とか離れた位置にあるものをその場から確認したい時も地味に便利なのだ。なるほどね。まあでもそれに20万とか出すほどかと言われるとやっぱり欲しい人が選べばよいって感じにはなるかしら。投稿者はたまたま望遠を酷使するけど、普通の人はメインレンズで10倍くらいまで寄れればよいのかもしれないのだ。望遠レンズがないスマホでもデジタルズームで7倍から10倍くらいまでは寄れるので、あまり使わない人は望遠レンズなしでも OK。 最後に重量が重いスマホについてだけど、これについては僕はゴーグルとで対処してるのだ。
普通のスマホリングでもいいけど、こういうのをつければ重くても割となんとかなるわよね。どうしても楽に片手操作したいとかであればコンパクトスマホを買った方が良いかもだけど、もはやコンパクトスマホも絶滅寸前なので、正直そろそろ諦めは必要かもしれないのだ。ギャラクシーの S シリーズの無印モデルや iPhone の無印モデルみたいな 6.1 インチ前後のやつが良さそうかしら。このくらいであればでかくて重いスマホが苦手でもまだ耐えやすいかと。とまあ今回はこんな感じですかね。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案とか動画内容へのコメントもお気軽にどうぞ。ブログや SNS 等もあるので、興味ある人は概要欄からチェックしてね。ちなみに投稿者のこだわりとしてはこんな感じだね。望遠レンズは必須だけど広角4倍以上はなくてもいいって感じかしら。撮影スペース的に広角4倍ズーム以上になると大体余裕がなくなるのだ。レンズの指定や色の調整ができるマニュアル撮影も必須だね。結果的に iPhone はあまり使わないのだ。家だと本体スピーカーを使って音楽や動画を聞くことが多いから、スピーカー音質にもある程度こだわりたいわけね。お財布携帯はビッグカメラスイカカードとかもあるので、まあなくてもいいし、防水は欲しいけど。というわけで、自分のスマホ選び時のこだわりとかあれば気軽にコメントしてくれよな。